お誕生日おめでとうございます。今日は料理でも掃除でも団長さんのしてほしいことなら何でもします。さあ何をしましょう。え、一緒にお出かけしてほしい？僕とケーキが食べたいんですか？今日は団長さんが主役なのに僕までケーキをいただいてしまっていいんでしょうか？なんて、今の場合は遠慮する方が失礼かもしれませんね。では早速外に出ましょう。せめてものお礼に、食べる前にまたお誕生日の歌を歌わせていただきますね。来ると俺まで嬉しくなっちまう。なんでなんだってコーニーに聞いたら、俺が団長のこと好きだからじゃねえかって言われたんだ。好きなやつにいいことがあると俺まで嬉しくなんだな。大発見だぜ。だからてめえにはこれからいっぱいいいことあってほしいって俺願ってるんだ。コーニーの話が本当なら、てめえが笑って過ごしてくれたら俺もすっげー楽しいと思うからさ。なんかあったら頼ってくれよ。俺だっててめえに恩返ししたいって思ってんだからな。団長はん、お誕生日おめでとう。あんな、今年はうちがパーティーの料理を作ることになったんよ。うち団長はんへの思いぎょうさん込めて作るで。あとな、パーティーが終わったらうちに団長はんの時間ちょっとだけくれへん？今年も団長はんの生誕を祝う舞を考えたんよ。うち、ばっちりおめかしして、とっておきのを踊るからな。お料理だけやなくて、そっちも楽しみにしとってね。誕生日おめでとう。今年はソシエとコウと、それにヨウと一緒にな、プレゼント考えたんよ。みんな団長が喜びそうなプレゼントを用意したんやで。うちからのプレゼントはこれや。うりうりこちょこちょけん。これ掲げてうちのこと呼べば、いつでもどこでも駆けつけてくすぐり倒したるで。ただ暇な時でも、めっちゃ辛い時でも、うちが必ず笑わせたる。試しに今ここで使ってみる？よし、使おう！決定や！行くでー、団長！うり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 ー！